モデルプレスイコール2023年6月14日、ストーンズの松村北斗が14日、ラジオ番組、ラブリーデー、FM 横浜、月曜から金曜、9時から12時、に生出演。ストーンズのライブ事情について語る場面があった。写真、サプライズゲストも登場。ストーンズのライブパフォーマンス、ラブリーデー、DJ、近藤さやか、ストーンズライブ参戦を報告この日の放送では、 番組の DJ、近藤さやかが、ストーンズのアリーナドームツアー、観光への法則、2022年から2023年にかけて開催、の横浜アリーナ公演を訪れたことを報告。初ストーンズのライブだったんですけども、すっごくみんなかっこよかったですね、と話すと、松村は、ありがとうございます、と感謝を伝えた。松村北斗、ストーンズライブ MC での工夫明かすまた、 メンバーの仲の良さが MC ですっごく溢れていて、と続けた近藤は、みんな、わちゃ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 やりながら、これ、楽屋。とか言い合ったりしながら、笑、とライブを解雇。松村は、そうなんですよね。うちの MC は年々楽屋に近づけていってる、自分たちで、と笑い、未だにそうなんですけど、表に出るとやっぱり、なんかちょっと違うね、と。楽屋の方がね、 みんな面白いんですよ、わら。なんで今年は階段に腰をかけながら MC をしてみるという方法で、楽屋に近づけてみて、と、メンバーの元を少しでも引き出すために、グループで工夫をしていることを明かした。モデルプレス編集部。